はい、どうもお世話になります。ハムロのガンプラ製作です。ガンキャノンディテクターの組み立て、今回で最終回になります。はい、武器類、武装類を最後に組み立てていきます。ビームキャノンですね。砲身なんかは筒状に成形されていて、合わせ目が出ないパーツ構成になっています。砲身の先端部分は開口しておらず、蓋がね、閉じたように見えてしまって、若干残念な造形にはなっています。ビームキャノンはボールジョイントでの接続になります。続いてビームライフルの組み立てです。砲身部分はこちらも、筒状になっていて、合わせ目はなしです。スコープのレンズ部分はクリアパーツなんですが、はめたらね、もう外せない構造になってますんで、今回は、組み付けをパスさせてもらいます。本体部分は左右分割ですが、合わせ目が、モールド化されています。はい、ということでね、ビームライフルも合わせ目の露出はなしとなります。さあ、最後に、キャノン砲、170mm キャノン砲ですね。こちらは別売りの、ネモ用のキャノン砲ということだそうです。はい、説明書にも、ガンキャノンディテクターが装備しているシーンというか、写真が掲載はされていませんので、本当に、おまけって形で今回のキットに付属しているようです。はい、こちらはね、砲身のみ左右分割で合わせ目が出て、その他の部分は合わせ目がモールド化されています。一応ですね、ネモ用ではありますが、ガンキャノンディテクターへ持たせることは可能となっています。はい、ということで全ての、パーツの組み立てが完了しました。メタスのムーバブルフレームを流用しているという設定で、確かにね、どことなくメタスっぽい雰囲気は、感じさせます。全体的に適度にディティールがあって、かつね、股関節周りだったり膝関節の裏側だったり、要所でね、露出する内部フレームのメカっぽさなんかも、いい感じに作り込まれていて、構造は簡単、簡潔ですけども、マスターグレードと見比べても造形的にね、見劣りするようなことはないですね。非常に優秀なキットだと思います。稼働範囲はご覧の通りですね。よく動きますし、動かしやすいです。肘関節はわずかな引き出しギミックがありますが、90度より少し多く曲がる程度です。はい、下半身の可動域は特に広いですね。砲撃形態というね、縦膝の姿勢を取れるんですが、その姿勢を、再現するにあたって、股関節、膝、あとね、足首の関節に加えて、足首以下も非常に、柔軟に稼働します。砲撃形態時は、ふんどし部分が変形して体を、支える支点の役割を担います。一応差し替えなしに、変形が可能となるようなギミックが内蔵されています。
関節部分は基本ポリキャップで、まあ、なかなかね100分の1サイズをポリキャップで支えるっていうのはしんどいのかなと感じます。特にね股関節周りが緩いというか、まあ、自重を支えきれずに傾く場合もありますね。はい、頭頂部が前後分割で合わせ目が、出ます。胴体の脇の下部分に、わずかですが合わせ目が出ます。バックパックの装甲も内部の、グレーのパーツを挟み込む形で合わせ目が出ます。肩の部分が前後分割で合わせ目ですね。そして大腿部が前後分割でこちらも合わせ目が出ます。足裏のスラスターのような部分が、左右分割で、ディティールの中心に合わせ目が入ります。 170mm キャノン砲は砲身が、左右分割で、中心に合わせ目が入ります。はい、ということでガンキャノンディテクターの、組み立てでした。前2回の動画で上半身あと下半身の組み立てという形でもう少しね、ガンキャノンディテクターについて、掘り下げて触れてますので、よかったらねそちらへも、お立ち寄りいただければと思います。それでは、失礼します。どうもありがとうございました。